山川海森高チャンネルです。こんにちは。こんにちは。今日はカルディア SW5000CXH の、はい、半年使ってみた感想っていうのをちょっと喋らせてもらおうかなと思うんですけど、はい、このリール多分2月か3月ぐらいかな、買って。それぐらいですかね。それぐらいで平君も1個持ってるやんな、はい、使ってるんですけど、円珠ヶ浜の方ではあんまり使ってなくて、動画にはしない鈴木釣りとか、あとは、メジロとかハマチのキャスティング船、紀の川河口から出るようなんで何回か使ったんですけど、うん、まあ、魚の方は、鈴木とその、まあ、青物で言うとハマチクラスかな、2つ合わせて20匹も釣ってないと思うんですけど、やっぱりねこのギアのヘタレってのが結構出てきてて、あ、言ってましたねギア周り確かに。いや、乗り合い船遊魚の場合は、うん、みんな乗ってて魚をかけるとなるべく早く上げんなんていうのがあるんで、うん、割とその魚に対しての設定って糸が太くないとダメなんですよ。あ、結構力でゴリゴリ寄せてくるような感じで、円珠ヶ浜で、1.5 号でハマチとか、メジロとかやったら、うん、基本的にはドラグ使ってゆっくりやっていくんで、うん、そこまでギアに負担ないんですけど、その遊漁船のナブラ打ちで、かけた場合っていうのは結構強い力で巻き取ってこなダメなんで、その場合、多分これいつも使ってる方の、うん、セルテート同じスペックで、まあ、上位機種のセルテート と、何が違うかっていうと、まあ、ギアなんですけど、うん、そのギアの何が違うかっていうと、多分ギアの高度、あ、硬さが多分これ感覚的なところがあるんですけど違って、硬さが、うん、こっちの多分柔らかい、コストが抑えられてるんで、あ、柔らかいと何がダメかっていうと、こうギアってこうついてる時に、うん、力が加わった時にギアのコードがないと、うん、グッてなった瞬間ここに歪みができるんですよ。でこの歪みができた状態で力をかけて回るから、うん、ギア同士こう、あ、密着した状態じゃなくちょっと隙間がある状態でこうガチ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 当たっていって、うん、まあ、目には分からないようなとこから始まって、うん、どん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 削れていくような、あ、それがやっぱり高いリールとかだと、ギアのコードがあるんで強い力がかかっても、うん、なかなかこうグッと歪みができにくくて、うん、そのまんま使用できるんかなっていうのが僕の感想で、あ、で、これ両方ダイワのリールで僕ダイワ派なんですけどもうダイワばっかりで、シマノとダイワなんでダイワやねんみたいなのも結構あるんですけど、まあ、もう一重にこのロゴのかっこよさと、あ、まあそうですね、ロゴがかっこいいですね。ロゴがかっこよくて、シマノはもう昔かからなくて、それが好きな人はもちろんいいと思うんですけど、僕の前このロゴがかっこいいの と、パーミングした時の、うん、フィット感、ベイトリール、スピニング、比べるとダイワの方が若干コンパクトにできてるんで、うん、手の甲は普通のサイズなんですけど若干指短いんですよ。あ、そうなんですか。なんでやっぱりそのコンパクトなんでないと握りにくいっていうのと、あ、そういうことですか、はい、で特に、ね、シマノを使ってる人ってダイワのはすぐガタが来るとかっていうのは今話したような内容だと思ってて、うん、シマノっていうのは自転車メーカーの自転車のギアメーカーからでも有名で、ギアに強そうですね。そう、ギアに関してはもうスペシャルというか、うん、全然ダイワと違って、ダイワ自体はこのセルテート2019からすごくギア良くなってます。あ、そうなんですか。全然違う、それまでと、うん、でそれで、これも3シーズン目なんですけど、円珠ヶ浜で、うんうん、基本的にはギアを変えずに使えてるんで、お、ここまでこれは全然良かったんですけど、これに関してはやっぱりそのコスパの問題で、ね、ギアがやっぱちょっと柔らかいんでこう歪みできてどんどん削れてって、結果そこまで魚釣ってないんですけど、うん、もう若干ゴリ感出てます。あ、そうなんですか。はい、でシマノは、そのギアが硬いんで、うん、どんだけ力がかかってもダイワのように歪みができにくいんで、うん、結果その、まあ、目には見えない範囲で削れててもそこまで手の感覚で分かるとこまで、うんうんうん、ギアが削れることがないんで多分ゴリ感がきにくいって、うん、多分その台はガタつきやすい、シマノはガタがきにくい、特にギア周り、うんうん、っていうのは多分僕の中の感覚を言葉にするとそういうことなんかなっていう、うん、今使ってないんで分かんないですけど、ソルティがダイワのこれより1個上位機種とかは またその分高度とかが高いと思って、もっとガタが切りにくいんじゃないかなと思って。ああ、じゃあもう最近のは改善されてるから。改善されてますね。あと最近のっていうよりも、うん、このセルテートからはやっぱダイワのギアがその感覚で
ゴリが来やすいっていうのはないっすね。うん、で僕これで言うと、まあ、結構その一般週1回釣りに行く方に比べると何年分とか魚釣ってるんですけど、うん、問題なく3年使えてるんで、うん、ただ、これは、まあ、あのその、まあ、安いんで、まあ、エントリーモデルとしては全然いいんですけど、うん、微妙なところの価格帯で迷われていたら、こっちの上の2019セルテートおすすめしたいんですけど、うん、これ2019ってことなんでだいたい4年周期でモデル変わってるんで、うん、来年ぐらい2023年に変わるかも、うん、変わるかもと思ってるんで、今現状迷ってて使うリールがある方なら、うん、そのまま使ってもらって2023が出ると買い替えるのが一番おすすめかなと思って、こっちはねやっぱり、コスパはいいけど、そうです、1万4000万の方でもあったんですけど、うん、ここの穴ずっと気になるって言ってたここからねやっぱどうしても海水が入って、まあ、入るっすよね、どう考えても構造的には使っている時に入ってなくても洗い流した時とかに溶けたり流れ出された塩がこの裏側から入って、洗ってるつもりが塩がそっちに行ってるパターンとかも多分あって、うん、ここの軸が、やっぱり、うん、多分わかると思うんです、ここで何回か錆びて取ってってあるんで、うん、なかなかちょっと難しいところのモデルではあります、うん、なんで、調光頻度が高い方とか、少し余裕がある方は、うん、どっちがいいかって聞かれるとやっぱりこの2019、まあ、もちろん1個スペックが高いんでね、うん、グレードが上なんでもちろんそうなんですけど、価格以上に差はあるかなって、やっぱギアとうん、ギアの消耗とやっぱりその錆びない、このこれスプール変えてるんですけど、もともとセルテードのスプールも隙間がないんでね、うん、今まで年に1回オーバーホールとか出してるんですけど、うん、その錆びでなんかトラブルになったことないんで、うん、こっちはもう1ヶ月2ヶ月で、自分で外して中見た時に錆びが起こってたんで、うん、まあ、なかなか、まあ、長い目で見たらやっぱちょっとでもちょっとお金出した方が、そうですね、まあ、あとはこのハンドルも微妙にちょっと握りにくい硬さなんで、力入れた時になんか若干力がどっかに逃げる滑るような感覚あるんで、うん、そういうわけで、まあ、半年ぐらい使ってみた感想なんですけど、まあ、ひらくんも使ってるしかっこいいしね、その、まあ、デザインで言ったらやっぱかっこいい、こっちの方がかっこいいと思う、うん、黒金で、ね、そこまで繊細じゃなく、うん、釣りされる方やったら問題ないと思うんですけど、この洗う時だけこの中が錆びてないかだけは定期的にチェックしていただいた方がいいかなと思います。だけど、まあ、一応僕はあんまり錆びにくい加工のスズキとか、うん、あとはまあ、ハマチ程度でギア痛めたくないんで、うん、そういう時にまあちょっともう買ってるしこっち使ってます。ああ、そういうことなんですね。 その使い分けで言ってるんですね。そう、そんな感じで、まあ、あと基本的に糸巻きとかはほぼスペック一緒なんで、うん、まあ、こっちのは多少 40g か 50g ぐらい重いかなっていうんで、うん、感覚のズレでエンジガマーの方ではずっとこっち使ってます。ああ、そうなんですね。それで統一してる感じで、そういうのもロッドとのバランスでもう慣れてるっていうのもあるんで、そういうわけで、検討されてる方は、はい、今どっち買わないとダメって言ったら、うん、少し高いんですけど、この2019セルテートをおすすめして、はい、ね、まだ使うモデルがあって、うん、買い替えを検討してるんだったら、まあ、ちょっと来年ぐらいまで待って、うん、2023セルテートが待つの、あ、出るのを待つのがいいかなと思ってます、うん、だけど、まあ、これは、まあ、そこまでおすすめではないという半年使った感想です。あくまでエントリーモデル、そうですね、うん、エントリーモデルのいい方って感じで、うん、ギアがやっぱり極端に弱いです、うん、はい、すぐゴリ感シャリ感出ます。あ、はい、というわけでそんな感じで、はいはい、まあ、個人の感想なんですけど、まあ、結構感覚の部分を、言葉で説明できるようにしました、はいはい、というわけでご視聴ありがとうございましたありがとうございました。